ロビンとフランキーは世界政府直下の秘密諜報機関サイファーポールナンバーナインに連行された。世界政府がその復活を目論む古代兵器プルトンに関する情報を2人が所持していたためである。一味の元を自ら離れたロビンの真意が世界政府という強大な組織から仲間を守るためだったと知ったルフィたちは、ロビン奪還を誓い、同じくフランキー奪還を望むフランキー一家と共に地方の島エニエスロビーを目指した。その途上、ソゲキングと名乗る謎のヒーローも一味に合流し、共にエニエスロビーに乗り込む。すでにロビンは CP9 司令長官スパンダムに身柄を引き渡されていた。2人が大監獄へと続く航路の入り口、正義の門をくぐってしまえば、もはや救出する機会はなくなってしまう。仲間たちが海兵1万を相手に奮闘する中、ルフィはロビンが囚われている司法の塔の手前までたどり着く。しかしそこには CP9 の一人ブルーノが待ち構えていた。ダメだ、この先の海にまたこんなに強いやつが現れるんなら俺はもっと強くならなくちゃ。仲間を守れねえ。ではどうする？力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。何？俺の技はみんな一段階進化する。いや、セカンド！ゴムゴムのジェットピストル！ルオ！ゴムゴムのでっかいゴジェットバズーカ！ほんとに頑丈なやつだな。なんじゃ、もっと面白いもん見せてやるよ。見てろ。帰って、私はもう死にたいのよ。だこのタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。 CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい。それを押せば何が起こるか分かってるの？なあ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前、オハラの考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか？ロビンの敵はよく分かった。ソゲキング、ん？あの旗打ち抜け。了解。
まさか必殺ファイアーバードスター！やりやがった！海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった！正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ！望むところだ！ロビン！まだお前の口から聞いてねえ！行きたいと言え！ロビン！ロビン！望んではいけないことだと思ってた。誰もそれを許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい！私も一緒に海へ連れてって！行くぞ、必ず助ける。待ってろよロビン、すぐ助けに行くからな。正義の門よりニコ・ロビンを海軍本部へ連行する。捕捉船の準備を急げ。おい、奥の塔へ続く道がねえぞ。左右の塔で跳ね橋を制御できるらしい。まずは左右の塔を落とすのだ。羽根橋は降りねえらしいな。正義の門へ向かうぞ。準備しろ。信じよう。必ずみんなが来てくれる。往生しなさい。ダイダーボルトを連発。おめえら、ドロビンを助けたきゃ、まず俺に手貸せ。奴らの行き先は分かってる。ここが片付いたら俺が先導してやる。すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことがある。最悪の事態には必ず相応のチャンスが眠ってるもんだ。お前にできねえことは俺がやる。俺にできねえことをお前がやれ。よく考えろ、状況を読め。お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ、ウソップ。俺が？そうか、分かった、分かったぞ。俺にしかできねえこと。ダブルコース。おっしゃれ。安心しろ、見た目と違って痛ぶる趣味はねえからよ。瞬殺だ。終わりよ。
の進路を封鎖できねえか試してみるか。登場しなさい、サンダーボルトを連発。それそれそれ休日に行ってくるぜ。口に気をつけろ。俺は怒りでヒートアップする口だ。ここまでだ。やめろ。どうやらこの俺を怒らせちまったようだな。他の CP9 も倒して鍵を奪っちまえ。キリンのパワーをフルに活用した四刀流、もはや貴様に勝ち目などないわい。キリンのパワーも四刀流も何一つ俺に勝てる根拠にはならねえって。登場しなさい。ここの装置を切り壊しゃ通路の扉を閉じられるはずだな。我々の進路を塞ごうとしたのだろうが一歩遅かったな。登場しなさい、サンダーボルトを切り壊し。ちょっと見えた、狙いの端か。ここからなら狙い撃てそうだな。よくと見よ、キリンという野生の底力。ダボ気合い入ってきたぜ。鍵をくれてやるわい。CP9 落としろ。何やってんだ、海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫バスターコール用の、なんてバカなことを。うっかりした、バスターコールをかけちまった。よく来た。あとのやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ、会えやしない、もう二度とな。それサンダー、それここまでたどり着いたことは褒めてる。だがこの先に行くことはできん。止まれ、生きてるだけで犯罪女。
正義の門はもうすぐそこだ。アンマー、行くわよ。たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が地の果てまで追って消し去る。闇の正義の名のもとに。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。雷警報発令よ。ああ、行くぜ。テンポ。ロビン、お前何やってんだよ。ウソップ、来てたのか。ここが地獄じゃあるめし。お前が死にそうな顔すんだよ。サンダーボルトを切れ込む。仲間のことは心配するな。一人残らず同じ地獄へ送ってやる。ロビンを行かせてたまるか。不識のすべてを極限まで高めた者の最強の大義。海賊、麦わらの一味とその協力者、
現状把握不要。四方の島エニエスロビー、その全てを破壊せよ。なんてイカれた光景だ。震えが止まらない。おい見たか、これが俺が発動したバスターコールの力、これが正義だ。登場しなさい、サンダーボルト先行。脱出手段がね、どうすりゃいいんだ。なんか聞こえる。誰だこの声一体。わからねえな、ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向かえ。目的地が決まったんなら最短距離で行くぞ。フードバーン。この世界政府のやることかよ。感情もなく地図から島を消すだけ。それがバスターコール。終わりよ。誰だ、誰なんだよこの声。誰なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ、海へ。ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。海へ、海へ、海へ。メリーゴーに乗り込め。迎えに来たよ。アイスのおっさん。とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。おっさん、やべえ、メリーがやべえよ。なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんかとうに超えてる船の奇跡を。長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがね。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。
行くぞ、グランドライン。すげえ、船が空を飛んだ。ごめんね。もっとみんなを遠くまで運んであげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺火事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。ホも破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。